Thank you very much. ありがとうございます。Lee, thank you. So, good morning, 皆様おはようございます。香港 It's a great honor to speak at this ASEAN World Meeting.お話す機会を与えられましたことを光栄に思っております。東京は地帯に先駆ける都市と言われ、ノートパソコンなどコンパクトなデザインの商品を使うことで有限な空間を有効活用することが有名です。よって今日のレクチャーは時間と空間に焦点を当てます。今日の演講テーマは単独子インプラントにおけるイミディエートスクエアドアプローチの採用に進むです。宇宙論とは何でしょう。宇宙論とは宇宙の起源に関する研究のことです。それにおいてビッグバン理論は現在一番受け入れられている宇宙論です。約140億年前、空間の時間という概念が初めて生まれました。ビッグバンが発生して以来、宇宙は膨張しつつあり、今でも広がっています。あるときめ、現在の宇宙の膨張速度は時間を作れませんが、即時負荷を行うことで時間の節約ができます。ここに示しているように、どうしても2週間以内でも即時だと解釈されています。しかし2週間を2週間というのは不合理的だと思います。よって今日私が考えている即時負荷の定義を明白にしたいと思います。即時負荷とは、インプラントを埋入した後、同時に残管または永久クランを装着する上に合効力を回復させることです。即時とはすぐその時の意味です。先ほど言った通りに、我々は時間が作れませんが、時間の節約で生活と仕事の効率化が可能です。この電子顕微鏡写真によると、インプラントと骨の結合がかかる期間が 2,3 ヶ月程度が目安です。インプラント治療の成功につながる3つの要素は、個室、インプラントのデザインと技術です。個室は変えられませんが、手術法は手術の目的によって変えられます。またインプラントのデザインは常に進歩しています。現在のインプラントはテーパー状になり、初手固定が得やすくなり、即時負荷の治療の成功につながっていると言われています。これからは2008年に行われた特別な症例で即時負荷プロトコルを紹介します。これは私が初めてオステムのインプラントを使用した症例です。インプラント埋入の後、すぐに術前に作った永久クランを装着しました。インプラント埋入の前に CT スキャンの代わりにボーンマッピングで歯槽骨の形状をサウジングしました。モデルサージャリーを行い、インプラントアナログを適切な位置につけました。永久クランは術前に作り、次にサージカルガイドを作ってステージ1に使いました。このビデオを見ましょう。11年後、即時負荷によって装着されたクラウンは優れた状態に保たれ、1986年にアルブレクソンが提唱したインプラントの成功基準を満たしました。以前、即時負荷について演講したことがあります。例を挙げると、2011年にソウルで行われたミーティングで、即時負荷は神秘性と信頼性の高い治療法だと主張しました。
3年前に釜山で UCI 上核中摂氏の修復において即時風化はスタンダードプロトコールとして採用すべきと主張し、ある若い男性の骨性癒着した UCI をインプラントに取り替えた症例を挙げました。2016年に私は綺麗な都市ローマに招かれて UCI インプラントの成功例を紹介しました。その症例は香港で行われて、即時負荷によってイタリア男性の患者の UCI にインプラントを装着しました。オステムが12年前に香港に現地法人を設立し、その間私はオステムのインプラントを使用し、即時負荷を142回を行い、その中で 97% が成功しました。結論として即時は時間は節約できます。さて、宇宙におけるもう一つの概念は空間です。即時前には空間管理に関わって、後で説明します。ではまず即時前入とは何でしょう。最も知られている解釈は2010年にエスポシットが主張した即時前入とは、バシと同時にインプラントを前入することです。他に15日以内であれば即時前入だとみなす方もいます。しかし私の考えでは、即時とはすぐその時の意味です。つまり抜歯のすぐ後のことです。この症例で即時前入の手順を説明したいと思います。この患者のひどく破裂した UCI を局所麻酔の後で抜いて、深側歯槽骨が保存されました。緑の矢印はインプラントと骨の間の隙間を示しています。歯周組織の回復がうまく進んでおり、 ISQ 値が高かったです。右上の画像は歯の神秘性の回復を示しています。この治療は成功したと言えるのではないでしょうか。先ほど即時前入は空間管理に関わると言いました。私の経験によると、 IB スペース、いわゆるジャンピングディスタンスは要注意のスペースです。インプラントと骨の間の立体空間は症例によって異なりますので、抜歯前の術前に強化を行うのが大事です。抜歯管のホーセラーが2010年に提唱した骨を鞘漏温存するためのソケットシールドテクニックは、後に問題点があると判明されました。すぐに抜歯管にインプラントを埋入するには 3C テクニックを実践すべきと主張します。一つ目の C はクリーン、清潔のこと。2016年にこの患者の下顎小臼歯を抜き、肉下組織が残っていました。インプラントを埋入する前に、ラウンドバーと生理食塩水で歯槽を丁寧に清潔し、骨補填剤も使用しました。術後のレントゲンを見たら、インプラントと骨の結合がうまく進んだことが分かりました。右側は2015年の症例です。患者はインプラント治療を受けに来ました。小臼歯は3週間前に別の歯医者に抜かれました。私は傷口を開き、肉下組織を取り除いました。したがってスペースがひどくなって、骨補填剤を使いませんでした。4年半後の今、患者は健康な歯茎と安定した骨レベルを保っています。研究によると、丁寧に歯槽を清潔したら、炎症に波及された歯槽にインプラントの埋入は可能です。2018年にチンは、正常の歯槽にと炎症に波及された歯槽に即時埋入を行っても結果は変わらないと主張します。2つの C はクロット、凝結界です。もし IB スペースが3ミリミター以上の場合、骨造成をする必要があるというのが通説です。左側が2016年の症例です。
第2大球種の即時前に行い、コツホ電材、バイオオーソ IV スペースに転入しました。そして、インプラントと骨の結合をし、印象を再得しました。しかし、2014年にシンは骨補電材を使用しなくても骨再生によって骨組織の回復は可能と言っています。私の経験によると、凝血塊の形状は骨補電材の使用より重要かもしれません。End of session. I have to stand over there. Okay, thank you. Thank you. That's a bit far away from the screen. Sorry. Thank you. Sorry about this. Sorry. Sorry to restart from restart from the first line. はい、私の経験によると、凝血塊の形成は骨補填剤の使用より重要かもしれません。右側は、2017年の症例です。小球種を抜いてインプラントを埋入した後、大きなスペースが空いています。この場合、骨補填剤を使わずに縫合しました。術後のレントゲンを見たら、刺繍組織の回復は順調で、青い矢印が示しているのはインプラント周囲の骨再生の状況です。アルクダマニが2017年に行ったシステマティックレビューは、即時前に行う際、骨補填剤が必要だということが判明できませんでした。3つ目の C は close、方向することです。2015年に患者の上角大臼歯を抜き、即時前に行いました。インプラントと凝血塊を守るためと、インプラント周囲の粘膜を形成させるために、双面の一時封鎖を行うのが重要です。オステムのヒーリングアパートメントは、多様なサイズがあり、4×3 から8×5 まであります。多様なサイズがあるだからこそ、我々は最適なサイズを選び、一時封鎖をより順調にさせます。人はよくフラップデザインの優劣を比較しますが、エスポジードが2012年に行った研究によると、どのフラップデザインが他のより優れているかは判明できないようです。過去の13年間に私は200以上の即時前に手術を行って、88% の症例は骨補填剤を使用しませんでした。その中で 90% のインプラントが問題なく機能しています。さて、また宇宙論の話に戻ると、皆様はブラックホールを聞いたことがありますね。最近、研究者のシームの努力により、史上初のブラックホールの撮影が成功しました。ところで、ワームホールはご存知でしょうか？ワームホールとは、地球のある一点から別の離れた一点を直結するトンネルのようなものです。時空の抜け道とも言います。私たちの場所からインプラントクラウンの装着を直結するワームホールができたらいい話ではないでしょうか。即時負荷と即時前にはそれぞれ時間と空間管理につながっていると言いました。もしこの2つの作業を合わせたら、空間と時間のショートカットは作れるでしょうか。インプラントスクエアドインプラントとは、
抜歯の後すぐにインプラントを埋入することは即時埋入と言います。ステージ1の後すぐに補鉄物を装着することは即時負荷と言います。2つの作業を終えたらイミディエートスクエアド、つまり即時の2乗になります。プラスという言葉を使わなかったのは、2つの作業を同時に行うことで治療期間が短縮できるからです。しかし手術の難易度が倍増し、高度な技術が必要とするので二乗という表現を選びました。これよりイミディエートスクエアドを行う際の注意点を説明し、インプラントの埋入位置が最も重要だという理由を説明します。この症例で説明したいと思います。患者は69歳の男性、 UCI が抜かれてイミディエートスクエアドプロトコルを行いました。抜歯前のプランニングが重要なのは、骨欠損を最小限に抑えるだけではなく、インプラントの位置を判断するからです。もし天然芯の位置の通りにインプラントを埋入したら、薄い伸縮歯槽骨が傷つきます。つまり安定性を確保するため、インプラントの角度を口外側面に合わせるべきです。また骨の再生を促進するには IP スペースを小さくします。さらに術後再修正が行われる可能性があるため、スクリュー固定式クランを採用しました。要するにインプラントの位置は生理的な条件と補鉄の機能的な条件を満たすべきです。オリエンテーションとは深さと角度のことです。インプラントの埋入深さはクラウンのエマージェンスプロフィールに影響を及ぼします。こちらの画像はスマートフィートアバットメントとスクリュー固定式クラウンの作成と装着を示しています。
最も適切なインプラント埋入位置を決めた後、挿管中隔にインプラントを埋入することで初期固定を得ました。次に、インプラントをこの角度で埋入すれば、中央間にネジ穴が開けることが可能です。太いインプラントを使用するのが理想的ですが、この症例だと挿管中隔が損傷を受け安定性を失う可能性があります。ここでインプラントの埋入位置が大切さを示す症例をもう一つ挙げます。このひびの入っている下顎大臼歯を抜き込まれました。挿管中隔にインプラントを埋入すべきですが、分析によると遠心根管に埋入した方が適切だと分かりました。第一、この角度だと中央間にネジ穴が開けられます。第二、インプラントは遠心根管のスペースを全部占めるので IB スペースを小さくします。この症例だと根心根管にインプラントの前には適切ではないので、こう骨再生をさせました。続いては4つの臨床応用例を紹介します。これは2008年の臨床例です。患者の下顎切歯は室内歯周病変に波及されました。切歯を抜き、調整を行い、GS2 インプラントを埋入しました。ここにインプラントが露出していますが、骨補填剤を使用しませんでした。これはインプラントに装着したスクリュー固定し、この症例をお成功に導くには下顎全支部の構造に対する理解が必要です。横断面を見ると歯槽骨が三角形をしていて、下顎骨に近ければ近いほど幅が広いので、インプラントの装着における生理的な条件と補鉄の機能的な条件を満たすのは難しくありませんでした。したがってこの部位にインプラントをするのが簡単でした。これは2015年の臨床例です。患者の歯周炎に波及された下顎中切歯を抜きました。残管インプラントは1つしか埋入しませんでした。歯周組織が回復した後、失われた2本の歯を補うためにスクリュー固定式のメタルボントクラウンを装着しました。右側の写真は、研究によると全身の咬合力は奥歯の3分の1しかなく、奥歯と全身の咬合力はそれぞれ400ニュートンと150ニュートンです。よって1本のインプラントで失われた2本の歯を支えるのは十分です。インプラントは治療医療機械なので、古い教科書から学んだリテインなどポンティック両者の比例関係は伝統補鉄学における天然歯を次第として使う治療に応用できますが、インプラントは補鉄治療に適用できません。インプラント これは2016年に草の症例です。上下質がひどく破壊されたため、歯は抜いてテーパー TS インプラントを埋入した後、スクリュー固定式の残管クラウンを装着しました。組織が回復した後、永久クラウンを装着しました。右側の画像から見ると、手術後インプラント周囲の粘膜と骨デビューが安定しています。インプラントの位置は治療の結果を影響する重要な要素です。抜歯の後、歯槽が一つあります。薄い胸側骨を保留するために、胸側の歯槽ではなく、口外側側の歯槽にインプラントを埋入しました。スペースが3ミリメーター以上ですが、骨補填剤を使わずに 3C テクニックを行いました。レンタゲンを見ると、骨補填剤を使用しなくても結果は使用した症例と同じです。最後に、これは2017年に腐った上顎大臼歯を修復した症例です。虫歯とひびが入っているため抜歯しました。難しい抜歯でしたが、歯槽の完全性は保ちました。
太い TS4 インプラントを埋入した後、すぐにキャットキャムスクリュー固定式残管クラウンを装着しました。そして刺繍装飾が回復した後、スクリュー固定式永久クラウンを装着しました。イミディエートスクリュースクエアドプロトコートは上角大球心の修復においてもふさわしい理由は2つあります。1つは歯の根は三脚のように分かれているので、中央にインプラントを埋入するのが簡単です。2つ目の理由は大臼歯は歯槽の骨の幅が広く、インプラントの安定性がより向上します。では症例の要約です。このスライドは私が行ったイミディエートスクエアドの治療結果をまとめです。サンプルサイズが小さいので有力な結論をたくさん出せません。約3分の2の症例が下顎前肢にイミディエートスクエアドを行い、そして 89% の症例は骨補填剤を使う代わりに 3C テクニックを施行しました。短期生存率が 94% を達しました。これが最後の画像になります。失敗した症例です。患者の下顎第二小臼歯はイミディエートスクエアドを行いましたが、永久クラウンドを装着してわずか1ヶ月でインプラント周囲炎が起きました。この症例が失敗した理由はおそらく患者の口腔衛生状態の不良によって失敗したと考えられます。最後に私のイミディエートスクエアドをまとめたいと思います。第一、 3C テクニックのクリーン、クロート、クローズを抜歯科に実施すべきです。第二、インプラントの埋入位置を決めることは最も重要な要素です。第3、私の有限な経験によると、下顎前肢の骨密度が高く、咬合力が比較的に弱いので、この部位におけるイミディエートスクエアド治療の成功率は比較に高いです。現在はイミディエートスクエアドについての研究はまだ少ないんですが、これらの研究はこのテーマについて肯定的な結論を出しました。次のミーティングでイミディエートスクエアドプロトコルについてさらに詳しく説明できるようになったらいいです。偉大な作家および詩人ウィリアム・シェイクスピアが時間を夜と昼を盗む泥棒に例えていました。また私たちは時間を有効に使うべきだと言っていました。我々は歯医者もそうすべきだと思います。イミディエートスクエアドプロトコルはまだ新しい概念ですが、いつか主流になると信じています。チャンスと時間を逃さないようにしましょう。ありがとうございました。